はい、どうも、ウリュウです。今回ですね、バングラディッシュプロサッカーリーグの給料についてお話していきたいと思います。で、よく僕も SNS 上で他の国のサッカー選手だったり、友達からも、給料の話っていうのは聞かれたりするんで、まあ、皆さん結構気になるところだと思います。僕の給料も公開するんで、最後までぜひ見てってください。まず最初に福利厚生の方から話していきたいと思います。で、各クラブは選手の住むところ3食、練習や試合までの移動費で、外国人選手は飛行機のチケットの往復分がクラブから全て手配されます。で、家なんですけど、まあ、寮だったりアパートメントだったり、まあ、クラブによって様々です。で、数人部屋の選手もいれば、1人部屋の選手もいます。はい、で、食事の方も寮で出ます。で、ちなみに寮で食べるなら3食がカレーとなります。物価なんですけど、まあ、僕の食べ物の動画とか見ていただくと、まあ、大体見当つくと思います。ちなみに 500ml の水のペットボトルが20円から25円です。で、お金を使うのは外食費ぐらいで、それ以外は全て貯金に回せます。はい、次に給料の話をしていきます。で、個人の給料は露出されてないため、あくまで僕が知人から得た情報をもとに話してます。はい、まずはじめに現地選手と外国人選手の給料のもらい方は違います。現地選手はシーズン始まりから終わりまでの給料を提示されて、それに契約したら 30% から 50% がその場でもらえます。で、残りの額は定期的にもらうという形で、シーズンが短ければ短いほど選手にとってはいいというふうになります。現地選手の最高額は、1シーズンで700万円となります。定期的にっていうのも決まってなくて、あの、1ヶ月って約束でも、まあ、試合が負け込んでたらやっぱり遅れますし、滞納されますし、まあ、オーナーの気分が良かったら、まっすぐにもらえたりっていう感じです。で、ちなみに僕のクラブの給料日の動画がこちらです。次に外国人選手なんですけど、外国人選手は、月給制になります。で、現地選手と違ってシーズンが長ければ長いほどいいです。1ヶ月の給料は、アメリカドルで、最低でも1000ドルで、ほとんどの選手っていうのは1000ドルから7000ドルクラスです。ちなみに外国人選手の最高額は元アルゼンチン代表の選手で、その額はなんと、月に3万ドルです。手取りなので引かれることがなくて、この額がそのままもらえます。渡し方は全選手現金です。ちなみに僕が給料をもらう時の動画もあるんで、ご覧ください。 Sorry? Oh, hey, Mokan. Where is your time? Today? Good, I am ready in the morning. I didn't know, I just waiting your call. Good, I already go in bus stand. Mm-hmm. In my pocket, your dollar. Ah, no problem. Yeah, yes. Here? Yes. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. This. で、僕の給料なんですけど、僕はアメリカドルとバングラディッシュタカでもらってまして、一月で35万円弱です。はい、ちなみに J リーグの給料の内訳なんですけど、年俸制となってまして、内訳は基本給プラス、出場を、勝利給となります。仮に年俸1億の選手でも、全試合に出場して、全試合を勝たないと、年俸の満額はもらえません。で、税金もここから引かれます。J1 の選手の平均年俸は3446万円で、 J2 の選手だと、一気に下がって400万円、次に J3 の選手だと、プロ契約とアマチュア契約の選手が混合なので、平均としては出せません。
まあそう考えるとバングラディッシュの給料って結構いいじゃんって思われるかもしれないですけど、まあ、パフォーマンスが悪くて、契約中に不当解雇っていうのもザラですし、怪我なんかしてその月全く試合に出れなければその月の給料はもらえないっていう結構シビアな世界です。皆さん最後までご視聴どうもありがとうございました。今後もこういう語るシリーズっていうのは続けていきたいと思うので、いいねと思ったら、高評価そしてチャンネル登録で応援よろしくお願いします。